こんにちは、唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ちょっとこっち誰もいませんのでマスク失礼しまして、唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は千葉県の東金自動車道にあります野呂パーキングに来ております。ここは東金自動車道の下り線ですね、千葉方面から東金方面に向かう途中にあるパーキングエリアです。いやー、しかし2020年の8月、いつもと違うなですが暑い。だいたいこの野呂パーキングというと、この8月にですね、私は海水浴に来るときに行くことが多いんですけど、今回はですね海水浴行けませんので、今日はですね、たまたま用事があって通っておりますので寄ってみます。こちらの野呂パーキングには肉と野菜の旨味を引き立てるニンニクジャンという調味料が売っておりまして、それを使った料理が続いて出てくるこちらです。しめじが入った豚焼肉重油、これを食べたいなと思って注文することにしました。パーキングエリアの中は昔ながらのパーキングエリアという感じで、売店と食事のコーナーがあるようなパーキングエリアです。お蕎麦やうどんの麺類だけではなく、定食系のメニュー、丼系のメニューもいろいろとありました。食券で買っていくスタイルです。今キノコが入ってる。あ、はいはい、焼肉でお願いします。はい、お願いします。調味料も各種置いておりまして、いろいろな料理の味が引き立ちます。これぞ元祖パーキングエリアの飲食コーナーといったところでしょうか。マスクの下は笑顔ですと書いております。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。注文した豚焼肉重がやってまいりました。味噌汁がついておりまして、それでですね、この何もかけてない状態でしっかりと動画を撮る前に七味唐辛子をかけてしまっておりまして、ニンニクもありましたので、ちょっとおろしニンニクも端の方に乗せておきましょう。これで食べる準備完了でございます。七味はかけてしまっておりますが、改めて見ていただきましょう。ご飯の上に豚肉、きのこはしめじ、それから玉ねぎが炒まったものが乗っております。美味しそうです。さあ、マスクを外しまして食べていきたいと思います。これがなんかついていたという説明をしておりまして、テレビの真下の席だったので音が入ってしまっておりますので、この動画上の音声は全部切らせていただいております。まずは味噌汁から飲んでいきましょう。美味しかった。続きまして豚肉でございます。これ食べて美味しかった、グッドポーズ。それにご飯がよく合うわけでございます。これは美味しいです。さあ、続いて玉ねぎも食べて、しめじも食べておきましょう。これを食べれば乗ってるものは一通り全部食べて、グッドポーズ。さあ、続いてどんどん食べていきたいと思います。この豚肉の部分と玉ねぎ、ご飯をいっぺんに食べる、これが美味しいんです。またグッドポーズしまして、なんか中途半端にグッドポーズしてどんどん食べていきたいと思います。これ結構熱かったのを覚えております。続いて紅生姜をつけまして、この豚肉とそれにご飯を食べていきたいと思います。これが口の中で混ざって最高に美味しいんです。これはもちろんグッドポーズ。それから味噌汁飲んでいきたいと思います。この味噌汁でなんか途中でこう中和させるこの感じもいいんですよね。それからお重の中を見ていただこうと、少し斜めにしまして漬物をいただきました。ちょっとここでカメラの向きが悪いのかなと思って一旦直しまして、動画消したらその後取り忘れてましたんで説明しておりますが、紅生姜が結構多めに入っておりましたので、それをこうまんべんなく広げて食べていこうと思って広げましたということを言っております。で、それからお肉とご飯、これを一気に食べると口の中でね、本当にこのもう混ざりようがないぐらいいっぱい口の中に入っているんだけど、それが混ざって美味しいんですね。で、タレもいっぱいかかっておりました。で、これは何を見せてるのか分かりませんけども、まあとにかく見せて、あ、そうだ、ここはですね、玉ねぎとこのきのこ、しめじですね、これがすごいいっぱい入ってましたよというのをアピールしながら食べております。これでご飯をコーナーに寄せてすくって食べると、で、他のも全部コーナーに寄せてすくっていっぺんに食べる、これが美味しいんです。本当にどんどんとがっつけていけるような感じです。で、今回は時間的なものがあったのかどうか分かりませんけども、あ、まだお肉がこれだけあるなということを確認しまして、で、話戻しまして、時間的なものだったのが何なのか分かりませんけども、注文してからお肉や玉ねぎ、このきのこ、しめじをですね炒めてくれました。で、私の唐辛子 TV では時々
動画に映りやすくなるためにフォーメーション変更というのをしますが、なぜか今回お重でどっから見ても同じものなのにもかかわらずフォーメーション変更して、もうそのフォーメーション変更の話を進んしている間にだいぶ進んじゃっておりますが、このままどんどん食べたということでございます。これ本当にお肉の脂感といろいろなものがこう広がってですね、それがうまくご飯で中和されて美味しかったです。グッドポーズしてお水を飲んで最後終わりたいと思うんですが、味噌汁がまだ残っていることに気がつきましたので味噌汁飲んで終わりました。どうもありがとうございました。グッドポーズ。はい、どうもごちそうさまでした。美味しかったです。これで食べてきました。当店一押しのメニューって言ってね、期間限定みたいです。7月23日から8月31日までの期間限定メニューでしたね。でこの後ろにこうあるニンニクジャンっていうのがここで売ってるんだけど、それを使われている料理のようです。めちゃくちゃうまかった。あれ普通に900円で食べれたらいいですよね。それでなんか今はね、期間限定でこれがついてきました。なんかキノコのなんだろうね、これね、マットみたいなやつで、感想はですね、めちゃくちゃうまかったです。あれお肉もいっぱい入ってたし、あと玉ねぎもいい感じに炒まったって、しかも今はねキノコが入ってるみたいで、キノコと玉ねぎとお肉がご飯の上に乗ってて、そんでご飯がバーッと進むような感じですね。美味しかったです。最近のパーキングエリアというと、まあ、パーキングエリアとかサービスエリアというと、なんかこうあれですよね、ちょっとこれ他の車があんまり人の車を映さない方がいいと思いますね。上向けますが、最近のパーキングエリアとかサービスエリアというと、あの大きな方のサービスエリアはいろんななんか人気のお店が入ってるような感じで、まあそれはそれでいいのかもしれないんですけど、あとパーキングエリア小さい方は小さい方で成り立たないのかな。なんかパーキングエリアの昔ながらの食堂というか、昔ながらのパーキングエリアのお蕎麦屋さんとかそういう定食屋みたいなのがだんだん変わってきてしまって、コンビニエンスストアが入ってたりすることがありますけど、でもここの野々パーキングはですね、もう本当にザ昔ながらのパーキングエリアという感じですね。良かったです。これ美味しかったですね。お蕎麦食べようかと思ったんですけども、なんか期間限定とかそういう言葉にすごい弱いので、名前忘れちゃったけど今日食べたやつを食べました。ということでこれで今日の動画終わりたいと思います。それから他にもですね、あのパーキングエリアやサービスエリアのいい情報などがありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今回も東海 TV の動画を見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それからインスタグラムなどもやっておりますので、インスタグラムのフォローもぜひお願いします。ありがとうございました。